ヤンニョム、私ヤンニョムチキンめっちゃ好きで、辛いの苦手だよって人もチーズあるんでいけるんじゃないですかね。感想教えてほしいです。あの試食とかはしないんですよ。日曜日夜公演当たりました。日曜日ってあれやんの、夜公演だけやんの、昼夜じゃないやんの。嬉しい。日曜日やったね。今日行ってチキン食べてよ。嬉しい。ヤンニョムチキンとミックスジュース飲んできた。いや、めっちゃミックスジュースめっちゃ美味しそうじゃないですか。メニュー見たんですけど、私ジュースのメニュー考えれるってなったらミックスジュースやなってすぐ思いついて、ミックスジュースにしたんですよ。なんかグッズももらえるらしいですね。グッズ？なんや、ポスター？ランダムでもらえて、缶バッジとかはもうランダムなんですね。ちょっと今日日本語やばいかもしれん。語彙力なさすぎる。甘いの苦手なのでいけるかどうか。え、ご飯メニューもめっちゃありますよ。ピザとかもありましたし、グラタンもありましたしね。お、行ったよって方が割といらっしゃって嬉しい。食パン出なかった。そうやんな、ランダムってな、めちゃめちゃ確率がさ低いよな。こんばんは、初見です、ありがとうございます。え、フルーツゴロゴロの飲んだ。え、ミックスジュースなんかめっちゃ自信あんねんけど、どうでしたか。ミックスジュースリボンかわいい、おしゃんや、ありがとう。普段どんなシアンから配信してみた。やっぱさ、目めっちゃ痛いねんな。右目めっちゃ充血してる。そう、モバメ名前呼びを昨日から始めました。やっと覚えたよ、名前を呼ぶの。やっぱ返信でみんなめっちゃ喜んでくれてて嬉しい。名前呼んでくれたみたいな。そう、モバメでね、モバメ限定の質問コーナーをしたいなって思ってるので、モバメに入るなら今ですよ。そう、二重は治ったと思ったら痛いねんな。トンプって合ってないとな、いや分からんけど痛い。そう、今日は前回はね目がパサパサになったので、今回はちょっと目薬をねもう事前に用意してます。目薬とティッシュ、これで拭きますよ。こんばんは。そう、目薬用意した。前回マジで途中から入った人泣いたと思ってますよね多分。そう、メガネ配信ね、需要ありますか？でもメガネしたら目ちっちゃくなるんですよ。ちょっとブサイクになってしまいます。事前にも察してるよ、けどマジでドライアイなんですぐ目乾くんですよ。え、多分目薬タイムあると思う、配信終わるまでに。マトチのメガネはでもあれレンズ入ってんのかな、わからんけど。需要しとない、嘘、目ちっちゃなるけど大丈夫？メイク勉強してる。え、メイクできるようになってますよねこれ。でもこれ薄いんですとね、あのブラウン系のアイシャドウをちゃんとやってます。こんばんは。今日はねあの自主練に行ってきたんですけど、その自主練の終わった後に8期生で話してたんですよ。
そんで MC の練習しようってなって MC の練習をちょっとしてました。楽しいですね。お題をその10人いたんで5人5人でチームで分かれてお題を出し合ってそのトークテーマに沿って MC をするみたいなやつをやってました。楽しかった。そう、動画とか撮ってた動画撮ってたよ。今日の私の MC の話10ありました。何のトークテーマやったっけな。じゃあちょっと練習します。トークテーマはもしも超能力が使えるなら何を使いたいみたいなトークテーマだったんですけど、私はいつも MC とかは MC の内容とかはほんまに公演出るギリギリまで考えてて、なんて言おうみたいなめっちゃ考えてて、で今日はそんなにその考える時間がないので多分あんま面白くないんですけどトークテーマはもしも超能力が使えたらっていうねトークテーマだったんですけど、私はもしも始まりますじゃあ MC 私はもしも超能力が使えたら手が伸びる超能力を使いたいなって思います。それはね、なんでかっていうと私めちゃくちゃ食いしん坊なんですよ。食べることが大好きでもうずっとご飯のねことを考えてるんです。なのでお弁当とかも好きなお弁当を取られちゃったらもう私もめちゃめちゃ悲しいんで、もう手をね伸ばして好きなお弁当を取りたいっていうので、ただただ食いしん坊なだけなんですけど、もしも超能力が使えたら大好きなねお弁当をゲットするために手を伸ばす手を伸びる超能力を使いたいなって思ってます。やっぱりおもんないよな、ごめん即興で考えたやつなんで。そう、ものすごくピンポイントの超能力やった。そうそうそう、待って、めっちゃありやん、食べても太らん能力めっちゃありやねんけど、アホやん自分、それめっちゃいいやん、食べても太らんとか。そうで、最近のちょっとダイエット話の進展なんですけど、あのトバオローラーを買いました。自分のお年玉で割といいお値段するトバオローラーを買いました。やばい、コメントがおもろいマジ、トバオローラー撮ったよ。朝とかね、めっちゃむくんでるんでうわーってやってますやったらめっちゃ肉がね、肉が吸い付くんですよローラーにだからめっちゃやってる感があります。そう、銀のトバオローラーってやったらすごい肉が吸い付くんですよそう、割といい値段のトワローラー、松作の本気を感じる。そう、マジで本気なんで、本当に太ったんで、なんかさ、パーツがさ、顔のパーツがさ出たくないからさ、ちょっと太って顔丸くなったらマジでダメやと思うね、私の顔のパーツ的に。目が大きかったらちょっとぐらい太っても多分なんとかなると思うんですけど、私はパーツがちっちゃいんで、目とかちっちゃいんで太ったらちょっとやばいんですよ。なんというか最近見逃しちゃったから見れて嬉しい。よかった、通知オンしてくださいね。見逃しを防ぎます。何時までしよう、わからんけど多分0時までやっちゃうパターンほんまに中学生にしか見えへん。そう、聞いてほしい、
今さ、ブレイテストのショーマンやってるじゃないですか。ブレイテストのショーマンのなんか舞台監督さん、玉野さんいるじゃないですか。すごい有名な方じゃないですか。それで私あのアンダーとしてあのシンシンさんの代わりにケープに出てたんですけど、最初会った時にその玉野さんになんか8期生めっちゃいるのに私に何年生って聞かれたんですよめっちゃ面白くないですか。多分この話のトーン的に多分高校生ではないと思ってるんですよ。中学生ぐらいの何年生の聞き方で、私一応高校卒業してるんですけど、マジであのいろんな人に中学生やと思われてます。そう、フォローしました、ありがとう。え、目全然大きくないで、ほんまにマジで。14日の夜トイレ入ったけど、ごめん、すごい話が飛んじゃう、ごめんなさい、コメント見ます。14日の夜トイレ入ったけど、初めてさくらちゃんのパフォーマンス見ました。アーモンドよかったです、ありがとう。そう、何年生って聞かれためっちゃおもろい、パパおもろい。ほんまや、中学7年生です、あり。初対面ならみんなそうなるやろな、やっぱりもう幼いですよね、めっちゃ。確かに、でも若く見られるのはね、悪くないですよね。小学生はないでしょ、さすがに悔しいですよ、それは。私はあすっぴんできました、それもあると思うです。アイドルとしてはええこと、確かにちょっと待ってください。日曜の公演、月曜の公演当てたいな、当たりますように。え、当落出ましたか。やばい、目パサパサなってきた、これは目薬足りないのかもしれないそう、雪菜とかね、年下に見えないですよね、本当に。やばい、目パサパサなってきたやばいです、ごめんなさい。目薬タイムいきます。泣いてないんでね、皆さん安心してください。涙にしか見えんやん、こんな。松坂の配信見てたらだんだん押したくなって、いや押しましや。え、まあ私はね、楽しがいいですよ、もちろん。そりゃでも割と DD 承認派なんで、そりゃね、みんな可愛いんで、 NNB のメンバーさんはそんな一人に絞りませんよね。わかります。月曜の登録は明日、あ、そうなんや。日曜日のポイント当選したよ、おめでとうございます。そう、目薬タイムなとないでってコメント絶対ある、バリおもろい泣いてるようにしか見えへんな。でもこれ、こんばんは。やばい、みんななとないで言ってくれてるやん。そう、パサパサなりやすい。そりゃさ、朝にさコンタクト入れて、ワンデやねんけど、朝にコンタクト入れてもう11時半やからさ、何時間経ってんねんって話やもんな。入れてパサパサなる。泣いてるやんめっちゃ心配してくれるやん。僕も22日の公演応募しました、当たればさくらさん初めて見れますお、当たりますように。こんばんは。まこちも押していい？楽しさいいですよ、そりゃ。楽しさいいです、そりゃ。でも、
いやも逆に私のこと楽しいで、いろんな人推してるけど私のことを一番に推してるよってこと言いますか。嘘をつくのは禁止でコメントしてくだされば嬉しいです。さとらちゃんはさとらちゃん以外に3人も出るしてくれると聞きました。え、言ったかもしらん言ったかもしらん、自分で言ったかもしらん。さとらちゃん以外に3人までって、4人やん。泣けるそれは。ちょっと待ってな。マトチ倒し強制してきます。え、そうなんや、なんか意外やな。マトチサバサバしてそうやのにな。目薬はマイティア倒しです。目薬はかい、目薬私もマイティア、商品名出していいやんな。わーい、8期生の賞レも初めて取れたよ。え、嬉しい。8期生のね、初めてで。私がエイドは泣くよ。何で泣い、めっちゃ泣いた絵がある。君の膵臓は食べたいでめっちゃ泣いた。ほんまに鼻水とかめっちゃ。コンタクト外したコメント見れへんねん。そうやねん、だから外されへん。ちょっと待って、もうさコメント、めっちゃ巻き戻してもうた。やばい、全然ついていけてないコメント、やばいごめんね、ちょっと待ってね。今目薬さしてるところでみんな泣いてるって心配してくれるところめっちゃ前やべえ。さくらちゃん普段泣き虫、でもすぐ泣いちゃうかもしれへん。本番は終わってるので2ウィークは6日間つけたまんまです。それはやばい、マジで失明しちゃうで。いつかちょっと待って。はーい、たんおしです。8期生の推しロトにしていません。どんなんやねん、13分のロトやないかい。半分、ほぼ半分やないかい。ちょ、ほんまにコメントまた巻き戻してもどうしよう。さくらちゃんだけはしてます。嘘、嬉しい待ってね。あなたは誰推し。私は阿部渡奈さんと渋谷渚さん推しです。やばい、コメントほんまに読むのなんとむずいなめっちゃ下行ってまうねんけど。さくらちゃん推しありがとう。数年後には倒しになると思う。はい、倒ししてますみんな怪しいな、みんな怪しい怪しい池の沼にはまってます。池ほのか、今さくらちゃん3推し。楽しいじゃないけど、ん、僕の推しメン何として DD っていじられます。第一志望と聞かれている状況と一緒やん。 DD、 え、私の楽しいのパターンあんまいらっしゃらない感じでしたね全然いいですけど8期ならさくらちゃん倒し、7期ならゆななん倒し。え、でも全然規制の中で私を選んでくれるってだけでめっちゃ嬉しいです。本当に8期生みんなめっちゃ可愛いからさ、なあ、なんかほんまに焦る、みんな可愛いからマジで可愛くなりたいほんまや、え、バリブーメンが刺さってるやん。自分本人楽しんでないの笑える、確かにさくちゃん推し、楽しみんな怪しいやないかい。全然いいよ。
ハチキで一番民さらさらなのは誰？え、誰やろ？弥生？わからんけど。気まずいポーズするさくらちゃんかわいい。え、このポーズめっちゃやっちゃう。まっすぐ楽しやで。嬉しい。もっとアピールしていこう。絶対楽しい増えるって。ほんまにアピールしていきたいです。一押しです。でも食パンオタクだった頃は楽しい派だったんだよね。そう、え、西野七瀬さんが乃木坂とかだったらすごい好きで、卒業しはったら新しい推しを見つけたみたいな感じです。山下美月さん、AKB48 さんの時も板野友美さんをずっと一人推してました。やばい、すぐ目パッサパサなんねんけど、やばいねんけど。またちょっと目が。おお、だるまさんありがとうございます。NNB さんはあの AKB さん、 AKB さんがめっちゃ好きやって、板野友美さんがめっちゃ好きやって、そっからあの AKB、 あの山本紗友香さんとか AKB と兼任してはったじゃないですか。そっから NNB もちょっと好きになっていって、あのそんなにその小学生の頃だったんで、そのバチオタとかではないんですけど、カップリングと曲とかは知らないんですけど、どの辺やろ、その表題曲とか知ってたし、なんかめっちゃ私の印象あるのは、よく小学生の時車であのてっぺん取ったんでとハーを聞いてました。めっちゃ懐かしい。こんばんは。タオシは卒業されると立ち直れないし無理。え、それなマジで。それですよ、本当に。こんばんは。ちなみに AKB48 さんで好きな曲は、言い訳メイビー、マジスタロックロール、さよならクロールです。なんかやっぱ小学生の時ってさ、カップリング曲とかまであんま知らんよなっていう。これ見たらピースして、あ、重力シンパシーもめっちゃあの私が好きやった時にめっちゃ聞いてたよ。西野七瀬さんの最後のアピスタは12時間並びました。私14時間ぐらい並びました。めちゃめちゃ寒いし、もうやばかったですよね。オタク友達いなかったんで一人で並んでました。本当に。そんでもう人見知りなんで、現場でそのオタク友達とかをスプレーレポートもなく、授業時間ひたすらね携帯見てアクシペのレポとか見てね。西野七瀬さん大丈夫かな、疲れたはらへんかなみたいなのをずっと心配してました。そう、マジスト学園とかめっちゃ懐かしい。なんか渡辺麻友さんがさ、
フードかぶってネズミっていう役してたじゃないですか。それに憧れて一時期ずっとねパーパーのフードをかぶってました。そう、真夏のサンズデッドもね好き。めっちゃ驚いてくれるやん。このエピソードなんと多分2体ぐらい言ってるかもしれないんですけど、一人で自由時間悩みました。そう、蓄電とか持って行って充電とかね気にしながらね、やばいですよね本当に。西野七瀬さんとは本当にあの5枚出ししたんですけど、私その中学生なんでね、そんなね50枚ぐらいとかも買えるはずもなく5枚出しで、1枚はポスター投函に行ったんですけど、5枚出しで卒業おめでとうございます、ずっとずっと大好きですっていうのを言いました。はい、もう見れただけで嬉しいんで本当に。私はリア友を NNB 沼に引き込みました。生き物推しになってくれた、嬉しい。みんな初期をね、そうバッテリーなくならへんかった、ほんまにすごくない地味に蓄電をね3つぐらい持っていったんでね大丈夫でしたよ。え、そうなんや、ゆずはさんも同じことしてたんや。ネズミ、ネズミのマネ熱ね懐かしい、熱ね。そう、まゆゆその頃地区であったんやね。私は西野七瀬さんの最後の前役は私は中3とかの時なんで全然ありましたよ。そう、渡辺真由さん好きな人はね一度は通る道だと思います。ネズミのマネなんと平均台みたいなのに歩くみたいな前役の5枚出しって何秒やったら、え、マジで一瞬でした。一瞬で終わってまうやんみたいな思ったけど、前の人が多分70枚出しぐらいだったんで、その間ずっとね音を貯めてました。板野友美さんの時はねお父さんと一緒に行きました。あと一回ね、可愛かったマジで。なんか私の友達大体学生時代の時 AKB48 さんで大体板野友美さん推しでした、みんな。だからもうめちゃめちゃ学生人気がすごいかなと思います。板野友美さん、なんと弥生も板野友美さん推しやったみたいな聞きました。めちゃめちゃ可愛い。ゆずはさんにこの話してみたいな。そう、待ってる時にメンバーのめっちゃ見れるのいいよな。やっぱ話したいっていうよりも実物を見たいって気持ちで言ってた握手会はね。あの AKB さんはなんかめっちゃプッチョみたいなの集めてました。 AKB さんとプッチョのコラボのなんかちっちゃいフィギュアみたいなのついてくるんですよそれとか集めてました。あとなんか昔ナンバに AKB48 ショップありましたよね。めっちゃ板野友美さんグッズを外で調達してました。モバイルバッテリーのことをモバ
バテって略しました。え、筑電って言いますムババテ。ATB の公式動画に12歳のゆずちゃんのネズミとスプレーがまだの撮ってる。え、めっちゃ見たい。12歳の時のゆずはさんでした。え、めちゃめちゃ見てみたい。鍵開け、鍵閉め、また懐かしい。確かに。なんか1万枚数を持ってる人が鍵閉めでしたっけ。なんかそんなんでしたよね。懐かしいですね、握手したい。え、秋葉原までじゃなくて難波にね、 AKB ショップ多分ありましたよね、皆さん。え、筑電って言わないんですか、みんな。小学校の時はみんな AKB さん好きでしたね。板野友美さん大人気でした。初訪問ありがとうございます。さくらちゃんの握手会行ってみたいな。ね、あれですもんね、アクリル板あるからさ、握手会、握手とかはねできてないんでね、いつかしましょう握手会。な、あったよな、難波に。懐かしい。ね、鍵閉めとかね、何枚出しなんやろ。握手会はね、基本的に大阪会場ですね。なので大体インテックス大阪でした。 AKB さんの握手会の時はドッパのドームでやった気がします。 AKB のカフェは行ったことないですね。食パンと連番したとった。そうなんです、私オタク友達いなかったとか連番とかしたことないんです。でもめっちゃ楽しそうです。なんかリアル話したいの時に隣のレーンが和田美優さん、真鍋アンジュさん、平山麻衣さんのレーンだったんですけど、めっちゃ連番のこと多かったなってイメージです。めっちゃ楽しそうと思ってでもあのお三方のレーン、私お得だったら行きたいなと思います。めちゃくちゃ贅沢じゃないですか、3人って。めちゃくちゃ楽しそうやったし、私のね次もねリアルお話があったら私のレーンでもぜひね連番待ってますんでよろしくお願いします。初訪問そうやな、私もやけど通りしたくてたまらない。確かにポール楽しい。カラオケとかでねやっちゃうよね、ポールちょっと引っ張れるやつなあとこれオタクあるあるだと思うんですけど、なんか割と知られてる表題曲はカラオケで歌ってもなんかみんな知ってる感じやけど、カップリング曲を歌ったらもう本当にブーイングが来ます私48グループとあの坂道グループの曲しかカラオケで歌わなくて、カップリング曲まで歌うからもうずっと秋元康って名前がずっと出てて、さくらいい時にしてやみたいに言われてましたすいません、秋元康さんです。いつ頃までアップしといてたやろ。なんとでも高校入ってね部活忙しくなってすぐコロナの時代が来てしまったので、最後に行ったのはい
いつでしょう、あれです、最後に行ったのいつや、2018年の西野七瀬さんの最後の善悪の次の善悪ぐらいです。ちょっと日本語がちょっとね変なんですけどそう、隣の霊めっちゃ見てるよ、めっちゃ見てるからね、みんなほとんど あの人ほとんど霊行ってるやんとかいう発見もねめっちゃしちゃうんですよ、したくないのに見ちゃうんですジシレイお疲れ様ありがとう、ミヨサとレイも楽しかったありがとうございます。ミユさんファンは陽気ばっとりやろ、え、めっちゃなんとは、はいウェーイみたいな感じでした、めっちゃでもね楽しそう、やばいくしゃみ出そう、やばい、いい時にしては草、え、マジであるあるだと思います、カップリング曲まで手を出したらちょっとみんな友達にちょっとうんざりされるっていうねアニソンも歌わないですね、アニメはね、アニメというとね東京リベンジャーズが好きです、マンドで見てますよ、アニメね、あとはね鬼滅も見てましたよ、流行りの歌ね、流行りの歌、流行りの歌、流行りの歌に疎いかもしれないです私、松作のオタクあるあるおもろいね、なんやろ、あとオタクあるある、なんやろな、なんか握手始まる前までにめっちゃレポを見ちゃう、握手会のレポ、昔はレーンから見えないようにフォトイがあったのにね、なんかそうですよね、今はなんか普通にん、なんか握手会ってね、ちょっとごめんなさいごめんなさい、日本語ちょっとうまく、 NNB の公演は行ったことあります、この前ブログに載せたポポテンです、お見送り会びっくりしましたよ、メンバーさん顔ちっちゃすぎるでしょみたいな、さくらちゃんのファンの人はしんどありそうだと思います、確かにめちゃめちゃ優しい、私のファンの皆さんはありがとうございます、いつも、そう、ほんまにほんまにやばいとかめっちゃ言っちゃう口癖なんです、やべえめっちゃ言っちゃいます、やべえ終わったみたいな言っちゃうフ東京リベンジャーズはシンプルに周りの子が見てたんで興味があったんで読んだらめっちゃハマりました、めっちゃ一気読みしました、めちゃくちゃ面白くないですか、私マイキーがすごい好きだったんですよ、好きだったんですけどもう闇落ちしているのをもう見てられなくてチフユ推しになりましたね、チフユはなんかピアス、耳たぶにピアスみたいなのしてるじゃないですか、それを似合っててめっちゃかっこいいと思います、握手会レポは書いてないですよ、おたく友達いないんでね、そういうねつながりもなかったです、人のを見てました、あ、そうな、26日の昼ごと NNB の情報解禁されたんですか、そうなんです、デルトとなりました、え、めちゃくちゃトークイベント緊張するんですけど、でもそれで喋れなかったらもう喋れない認定ですよね、なので私はマジで頑張ろうと思います、なんと思ってたより
エピソードは強烈なエピソード割と持ってるんですよ。でも私はすごい恥ずかしがり屋で緊張しいなので、いつも都営の MC で思うように話せないんです。でもトレをね卒業したいと思ってます。もうマジで喋れない認定はされたくないです、本当に。アクストレポットほぼほぼ話持ってるし、それはちょっとあると思う。もし私が投稿するってなってもちょっと羨ましがられたやからちょっと思っちゃうな。今来てありがとう。今度サップパンレーン行ったらレポ開けて、うん、あげてほしいです、ぜひ。そう、どんだけ見落ちすんねんマイキーってなるよな。やばい、あと4分や。え、最新27巻読んでるよ。見るね。そう、急に早口になった。だっていやいや、もうなんかめっちゃ決まってきそうじゃない、この昼型 NNB での話の出来ようによって、トークイベントの振り分けはマジで決まってくると思う。うわ、もう松里喋られへんやんけってなったら、多分トークイベントは別の子に仕事が回りそうで怖いです。私はマジで頑張る。そう、爪痕マジ残さないとね。指原さんも最初の出演の大事って言ってましたね。そうですよね、もう全ての印象が決まるんでね。この前はサタタンとあやぴょん、マトツ雪野が出てましたね。なんかあやぴょんとサタタン顔芸やってましたね。緊張する。やば、12時やな。もう昼方行くね。痩せましたね、ほんまに。体重計乗ってないのが遠すぎて、今日はめちゃめちゃ食べてもうた。やばい、さすがに。今日の夜ご飯はグラタンでした。まあ楽しみつつ頑張って、ありがとう。そう、めっちゃ深刻に考えてるよ。そんなトークイベント応援してるね、ありがとう。芸人さんに身を委ねてしまう。でもなんか運の時はマジでラフ次元さんにマジでもう身を任せてた。めっちゃめっちゃお優しい、あの二人。あの二人じゃない、あのお二方めっちゃ優しく見守ってくださって、多分私ラフ次元さんのお二方にも多分中学生ぐらいと思われてるやろうなと思って。時間たちのが早すぎるよね。あー、名前読みます、ごめんね、名前読みます。13位 ZYW ドーナツ梅ちゃんさん、ありがとうございます。12位シリルさん、ありがとうございます。11位テリオさん、ありがとうございます。10位ハトちゃん、さくらタイプ中、ありがとうございます。9位キンキンさん、ありがとうございます。8位しんのすきさん、ありがとうございます。7位トキちゃんさん、ありがとうございます。6位キネさんさん、キネさんありがとうございます。5位スキゾーさん、ありがとうございます。4位山田マッキンユさん、ありがとうございます。3位テルビリーマイティームさん、ありがとうございます。シャトリでそう。2位ナナトマドさん、アットさん、ありがとうございます。1位さっちゃん、さくらハートアット、松岡さくらさん。自分の名前言ってるみたい。ありがとうございます、ありがとうございます。面白かったよ、ありがとう。え、ほんまにマジで定期的にショールームしてね、トークのお題を振ってほしいです。やばい、12時になった、泣ける。バイバーイ、ありがとう、切ります、バイバイ。